大人気女優の山谷かすみはモデルとしてApexのオーディションを受けるが、身長が低く子役としてスタートした。子役、モデルとして経験を積み、手裏剣戦隊忍忍者で桃忍者役として出演し注目を浴びた。役者人生の進退をかけた劇場版コードブルドクターヘリ緊急救命のオーディションに合格した。作中は結婚を控えた末期がんの患者を演じ、バリカンを使って楽屋で丸刈りにした。宮城県出身であることから、ご当地番組のあらあらかしこに準レギュラーとして出演して活躍している。さまざまな作品に出演しており、 NHK 連続テレビ小説では3作品に出演している。現在放送されている真空港選挙に獣役の一員として出演し、今後の躍進が期待されている。